こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は静岡市葵区新静岡駅ビル瀬の場前に来ております。今回ご紹介するのはフルーツパフェのお店なんです。さあ、こちらのお店なんですけれども、ベリーになります。2022年6月1日にオープンしました。さあ、では早速お邪魔していきましょう。店内はすごく明るくて雰囲気がいいんですよね。ふらっと立ち寄りたくなる感じがしてとても好きです。カウンター席が7席とテーブル席が4席ありますね。では早速注文していきましょう。こちら11種類のパフェがある中で、もちろんおすすめの季節のフルーツパフェにしましたよ。さあ、来ましたよ。見てください、こちらです。うわー、すごいですね。これはすごいです。こちらが季節のフルーツパフェ、1680円になります。高級パフェ路線でお値段もなかなかですが、フルーツたっぷりで、これは食べる前から大満足ですね。まさにこれはフルーツパフェの王様ですよね。360度どこから見てもフルーツが乗っていてとっても鮮やかなんです。では本日のフルーツを発表していきます。スイカ、マンゴー、ブルーベリー、キウイフルーツ、イチゴ、メロン、パイナップル、ピンクグレープフルーツ、バナナ、イチジクの10種類になります。そこの方にも何かありますね。もう何から何まで楽しみですよね。しかしながら、このフルーツの絶妙な配置とバランスには驚かされますよね。中には生クリーム、バニラアイス、いちごアイスにメロンアイスがたっぷりと入っています。アイスクリームにフルーツがくっついていますので、好きなフルーツを剥がしながら食べていくんです。ちょっともったいない感じはしますが、すごく楽しめるパフェです。フルーツ一つ一つがみずみずしくて美味しいんですよ。他に気を取られていると崩れてきてしまいますので気をつけてくださいね。やっぱりパフェって不思議なんですよね。黙々と食べてしまいます。気がついたらもうフルーツがあまりいませんね。アイスクリームはたっぷりとカップの底までぎっしり詰まっています。最後には優しい食感が楽しめる杏仁豆腐が入っていましたよ。これは嬉しいですよね。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。街中にあるこういったお店、一人でどうかなって思われる方はいらっしゃると思いますけれども、全然そんなことないですよ。皆さんぜひ気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。必ずお返事しますのでよろしくお願いいたします。これからも大好きな静岡の情報をたくさんお届けしてまいりますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。